ピンピンコロリチャンネル。本日61歳になりました。僕の61年間のちょっと半生をね、ちょっとこう振り返ってみて、転機となったことが3回あります。3回。1回目の転機は高校ね、2年生の時に起こりました。その当時僕はものすごいいじめられっ子で、中学高校とねずっといじめられてました。で、体もねすごく貧弱で、目つけられてね、やっぱりすごくいじめられた。もうこのままだとね、僕は本当もうダメになっちゃうと思って、何をとち狂ったかね、いじめをね、すごくやってるやつのクラスに殴り込みに行ったんですよ、無謀にも。で、僕はもう本当ガリガリですよ。で、もう色も青白くて、でそんなやつがね殴り込み行ったところでね、別に怖くもなんともない、不意打ちで一発バコーンって殴ったんですよ。だけどすぐに後ろから誰かに、別のやつにね、こう破壊締めされてね、逆にボコボコボコってやられてしまってですね。で、まあそんなことで、なんか誰かが止めに入って、それで終わったんですけど、僕もやればできるじゃんっていう気持ちにすごいなったんです。ものすごい晴れ晴らした気持ちになったんです。こんな僕でもやればできるんだって。で、それからね、なんかこうちょっとこう自分の人生がそっからガーンとこう変わった、そんな気がしますね。まあその後ね、僕は少林寺拳法の道場に入門しまして、まあ、やがて黒帯まで許されるようになって、多少はねちょっと強くはなりました。だけど殴り込みの時にね立ち向かっていった、あの時の強さにはやっぱりかなわないと思いますね。2つ目、37歳の時かな、会社を退職しました。で、自営業の道に入りました。まあ、一応管理職をやってたんで、それなりにお給料は良かったですが、もうとにかくまあ今でいうところのブラック企業だから、もう体も壊して、全身にねアレルギーが出ちゃって、なんか首もねおかしくなって、常になんかこんなことやってたよね。とにかく自分の人生がこのままだとね、もうほんと食いつぶされちゃうと思って辞めることにしました。それが2つ目の転機になります。3つ目、やっぱり何と言ってもサハラ砂漠にチャレンジしたことですね。ジャングル、アマゾンのジャングルも行ったし、ペルーの山岳地帯のジャングルにも行ったし、中南米のね自給自足のジャングルにも行ったし、コロナが落ち着いたら次はねアフリカに行きたいと思ってますね。南米のアタカマ砂漠、ここもぜひ行きたいですね。とにかくね星が綺麗らしいんですよ。星をね撮影しながらマラソン大会250キロ走ってみたいなと思いますね。その後は南極ですね、行ってみたいですね。ケープホーン行ってみたいですね。これからもね、ピンピンコロリの、ね、道をねどんどん目指して、僕は108歳まで生きるって決めてますんで、そこまでねまだ折り返し点ちょっと過ぎたぐらいなんですけど、ますますね暴れまくって生きていきたいと思います。以上、61の、抱負を述べさせていただきました。ありがとうございました。